皆さんこんにちは、ボンドチャンネルスチーパフォーマンスです。今回はボンドプラスに入庫しているこちらの GR ランクル300をご紹介したいところなんですけども、詳しいはずもないんで紹介はできません。というわけで GR300 の車両紹介見たい方はもうプロの方がたくさんレビューしてると思いますんで、そちらを見ていただければと思います。で、僕が今回これ何するかというと、ボンドプラスでカーセキュリティをつけさせていただいたので、ちょっとそちらのご紹介をさせていただきたいと思います。で、私何を隠そう、なんと10年ぐらい前にカーセキュリティインストーラーの仕事をしていました。トータル多分1000台ぐらい車外のカーセキュリティをつけるということをしてたんで、一応プロと言っても差し支えないかなという職歴になりますんで、ちょっとプロ目線でこの車の盗難事情のお話と、あとは今回取り付けたもののお話で、あとはランクル300、これを盗まれないためにどうすればいいかの3本立てでお話しさせていただきたいと思います。で、まずこちらのランクル300なんですけれども、車も新しいし、そうそうそんな盗まれないだろうなと思っているそこのあなた、甘いです。これもう出たばっかりで、もう納車も多分全然進んでないんで、これからという感じにはなると思うんですけれども、僕の予想ではやっぱり盗難少なからず出てくると思います。で、これなんでかっていうと、やっぱり人気の車であること、あとはもう一つ海外で非常に需要があるということ、その点でやっぱり今レクサスだったりだとか、ランクルをはじめとする SUV なんかが非常に盗難なんかも増えてニュースになっているのを耳にしたことがあるかと思います。で、こちらのランクル300もおそらくそれに当てはまってくるんじゃないかなと思います。やっぱり車は新しいんで、いろんな盗難防止、特に指紋認証なんかも話題になってたんで、そんなに本当に盗まれるのかなって思ってる方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱり純正のシステムである以上、やっぱり一度解析されちゃうと全部同じものであるってこと、あとは指紋認証といっても、iPhone と一緒です。やっぱり指が使えなかったり、もしくはそれが正常にスタートをしなかった場合に回避する方法っていうのは絶対あるんですよ。 iPhone も指紋認証効かなかったらピンコード入れるようになってます。なんでそういったことを使われちゃうとやっぱり意味がなくなっちゃうんで、おそらくプラスアルファの今回みたいなカーセキュリティの取り付けだったりとかっていうのが必要になってくるんじゃないかと。で、昨今の盗難手口としてはメジャーなものでいくと2つあります。まず代表的なものでいくとリレーアタックっていうのがあります。これちょっと盗難の手口に直接つながっちゃう部分でもあるんで、詳しくは説明できないんですけれども、これはスマートキーの仕組みを悪用したシステムになります。このスマートキーが出している微弱の電波を増幅して、車に届ける。要は家の外とかで家の外に漏れる微弱な電波をキャッチして、駐車場まで電波を増幅してリモコンと車がめちゃめちゃ離れてるのにエンジンをかけるっていうのが、リレーアタックっていう盗難の手口になります。あともう一つ最近言われてるのはキャンインベーダー。これは何かっていうと、最近の車は全部その伝送品がキャン通信っていうその通信のラインで全部つながってます。そこのラインに直接こう機械を割り込ませて、その通信のラインの情報を解析してそのままエンジンをかけるっていう手口になります。で、これをやられちゃうと結局純正のセキュリティどんなのがついてても解除されちゃうんで、おそらくそういった手口で今後盗難が増えてくるんじゃないかなと思います。続いてこの車に取り付けたセキュリティのお話をちょっとさせていただきたいと思います。今回バイパーっていう商品とイグラっていう商品を取り付けさせていただきました。ちょっと品番だったりは防犯上公開できませんのでご了承ください。で、まずこのバイパーっていうカーセキュリティ取り付けさせていただいたんですけれども、これもう簡単に言うと警報器でございます。要は車に何かアクションがあった時にサイレンを鳴らす、そんな機能になってます。で、このバイパーっていうのをご存知の方も多いかと思うんですけれども、アメリカのカーセキュリティブランドになります。で、アメリカってやっぱり日本より車の盗難は圧倒的に多いんで、そういったものが発達してできたっていう経緯があります。で、メーカーとしては DEI っていうカーセキュリティ大手のメーカーがやってる商品です。で、これ具体的にどういう動きをするかっていうと、今回取り付けさせていただいた仕様でいくと警報器のリモコンが別途付属されます。で、これで警報機能をオンにしていただければ、それ以外の解除が全部サイレンが鳴るようになってます。例えば今これを解除しないでスマートキーで開けたとすると、こんな感じで警報が鳴るようになってます。で、これ当然運転席だけじゃなくって、後ろの席だったりだとか、あとはトランクなんかでももちろん開けられればなるような、そんな仕様になってます。で、当然ボンネットも開けられればサイレンが鳴るようになってます。あともう一つ取り付けたイグラについてちょっとご紹介させていただきたいと思います。このイグラっていう商品は
さっきの警報器と違って今回はエンジンをかけさせないっていう商品になります。なのでこちらもちろんスマートキー持ってたとしてもある一定の手順を踏まないとなんとかからないという、こんな商品になってます。でよくあるこのエンジンかからない系のセキュリティ、どっかこの燃料ポンプのラインを切断したりだとか、あとはスターターのラインを切断したりしてエンジンかからないくさせるものが多いんですけれども、このイグラっていう商品の場合だともうその車の通信ラインに割り込んで、まあ、不正なエンジン始動を防いでるんで、まあ、物理的なそのスターターが回らないとか燃料ポンプが回らないとかっていうエンジンを始動させない方法と違うので、まあ、根本的な盗難防止につなげられているっていう商品になります。あとは今回このランクル300で非常に話題になったこの指紋認証、こちらですね。こちらの、まあ、防御力がちょっと低いんじゃないかっていう話をちょっとさせていただきたいと思います。でこれここのスタートストップのこの真ん中のボタンのところですね。ここで指紋をちょっと認証してスマートキーと指紋が両方揃わないとエンジンがかかりませんよっていう仕組みらしいんですけど、まあ、正直僕視点でいくとこれはかなり防御力は低いと考えていただいていいと思います。これなんでかっていうと、まあ、指紋登録すれば誰でも使えちゃうのもそうですし、まあ、あとは例えば指を怪我したとかもしくは押せない状況なんかで出先から帰ってこれなくなっちゃいますよね。なんで必ずこれを解除する方法があります。でこれ説明書にも載ってます。ちょっと動画の都合上紹介はしませんけれども、非常に簡単な方法でこの指紋認証解除ができるようになってます。まあ、そりゃそうですよね。これ解除できないとこれみんな出先でランクル300指怪我したら帰ってこれなくなっちゃうんで、まあ、一応そういった仕様になってるんで、まあ、おそらくこの指紋認証に関しては、まあ、そんなに防御力としては、まあ、発揮できないんじゃないかなと思います。その点今回つけたイグラであれば、まあ、基本的にはそのある一定の手順を理解している方でないとエンジンはかけられないので、まあ、その点防犯性能は非常に高いと言えるんじゃないでしょうか。で今回だいぶ真面目な動画になったんですけども、このハンドルロック、はい、これで守るっていうのも一つの手なんですけども、正直このハンドルロックはあんまりこう盗難防止には、言っちゃっていいかな、ボンドチャンネル正直に言っちゃいます、盗難防止には正直あんまり役には立ちません、はい、これオーナー様のハンドルロックなんでもう大変恐縮なんですけども、これなんでかっていうと、このハンドルロック最近のものってすごく硬いんで、まあ、切断したり壊したりするっていうのもすごく難しいんですよね。ただハンドルっていうのは必ず柔らかくするってあります。っていうのは事故した時にぶつかってすごく硬いとドライバー怪我しちゃうんで、必ずハンドルっていうのは柔らかくするってあります。なので中の芯もアルミで作ってあったりとか、というわけでこのハンドルロックをつけててもハンドルを切断して外されちゃうと、まあ、意味がないと。ただビジュアル的にはまあ、すごく防犯に意識高いですよっていう、まあ、意思表示になるのと、まあ、あとはこれを外すのに多少時間は稼げるんで、まあ、そういった意味では全く意味がないとは言えないと思います。ただこれでランクル300を守ろうとするとちょっと無理があるかなと。先ほどご紹介させていただいた警報器だったりだとかエンジンかけさせないっていうものもそうなんですけども、それも絶対ではないです、まあ、今見ていただいたリモコンを持ってれば解除できますし、まあ、一定の手順難しいですけれども分かっちゃえばそれも解除できます。じゃあどうすればいいかっていうことなんですけども、なるべく盗まれないような環境にしていただくのが一番いいかと思います。まず一つは車両保険にしっかり入っていただく、あとは駐車環境で守っていただくっていうのがいいと思います。例えばセンサーライトをつけるとか、例えばオープンの駐車場だったら目の前に門をつけるだとか、もしくは1回で出られないような駐車位置に止めておいていただくだとか、まあ、そういった環境でだいぶ防犯性能っていうのは上がるんじゃないかなと思います。というわけで今回はカーセキュリティをつけたランクル300をご紹介させていただきました。ランクルの他にもいろんな車に取り付け可能です。お気軽にボンドプラスまでご相談ください。というわけで元カーセキュリティインストーラー土井パフォーマンスがご紹介させていただきました。ボンドチャンネル、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。